はい、キノコおこわ完成です。わー、はい、おはようございます。今日はキノコおこわ作っていきたいと思います。しめじ、舞茸、これがもち米、これでフライパンで作っていきます。はい、舞茸、これちっちゃくちぎっていきます。特に石突きとか取らなくていいのかな。まあ食べやすい大きさにちぎっていきます。はい、こんな感じですね。はい、舞茸切り終わりました。ちぎり終わりました。次、しめじ、この辺からかな、切っていきます。ズバ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 、こんなもんかな。はい、そしたらほどいてきます。適当な大きさにほどいてきます。こんな感じでいいと思います。はい、これでキノコの準備終わりました。キノコ炒めていきます。まず油小さじ1、サラダ油です、小さじ1入れます。はい、そしたらキノコ炒めていきます。キノコ入れます。塩少し入れます。小さじ5分の1ぐらい。もうちょっとしなっとするまで炒めていきます。だいぶ炒まってきました。こんな感じでしなっとしてきたと思います。この辺で火を止めます。別の器に移しておきます。はい、そしたら調味料合わせていきたいと思います。まずお酒大さじ2です。それとみりんいくかな。みりんも大さじ2です。そしたら醤油、醤油も大さじ2入れます。全部大さじ2でやっちゃいます。それとかつおだし、これだけ小さじ1いきます。はい、小さじ1。そしたら水、全部いっぱいになるまで、これ1合のカップです。で、炊き込むのは 1.5 合で炊き込むので、あと水を 0.5 合準備します。はい、水 0.5 合持ってきました。合計 1.5 合の水分で炊いていきます。もち米なんですけど、水につけて2時間ぐらい置いてあります。これざるにあけて水切ってきます。はい、そしたらもち米フライパンに入れます。そしたら水、調味料ですね、水と合わせて 1.5 合入れます。あとさっき炒めたきのこ入れます。これで沸騰させていきます。はい、沸騰してきました。かき混ぜながら沸騰させます。もう全体的にブクブク言ってるから沸騰してると思います。だいぶ水分が吸収されてきてます。ほとんど水分ないくらいです。はい、そしたら弱火、ごくごく弱火にします。そしたら蓋をして3分したらかき混ぜます。はい、3分経ちました。バーン、これでまたかき混ぜます。まだちょっと全体的に水っぽいです。はい、また蓋してまた3分。はい、3分経ちました。バーン、またかき混ぜます。だいぶ水分が飛んできました。はい、また蓋します。また3分したらかき混ぜます。
はい、また3分経ちました。合計9分経ってます。バーン。またかき混ぜます。どうでしょう、これで完成でいいかな。もう3分やった方がいいかな。ちょっと悩むんですけど、ちょっと味見してみます。ちょっと硬いです。もう3分やります。はい、また3分経ちました。バーン。これで合計12分です。あ、なんかふっくらしてきてるな。ちょっと味見してみます。なんかちょっと硬い。もう3分やってみます。はい、また3分経ちました。合計15分です。見てみます。あ、ちょっと焦げが出てきたね。あ、大丈夫かな。あ、いい感じになってきたと思います。そしたら強火にします。鍋底ちょっと熱くします。はい、火止めます。これで10分蒸らします。はい、蒸らし10分終わりました。取ります。バーン。お、なんか美味しそうにできてる。ツヤツヤして。はい、盛り付けます。盛り付けますというか器に移します。焦げはそんなについてないですね。3分ごとひっくり返しましたから。はい、きのこおこわ完成です。わー、味がどうだかよくわかんないですけど、これから食べていきます。はい、じゃあ食べてみたいと思います。いただきます。うん、おいしい。キノコの香りがすごいです。あ、おいしい。秋はキノコの季節といっても、これいつでも売ってるキノコを使ってるんですけど、結構おいしくできました。よかったらやってみてください。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。